思ったより早かったんじゃない？八神さん。ああ、そっちは梶平と大臣の件何か出た？まあ噂レベルだけどね。手応えありって顔だ。うん、梶平と風見大臣はね、なんとあの創薬センターのことで密会してたんだよ。何？何年か前から梶平グループはでかい再開発計画を立てて極秘に準備していたんだ。都内のある広い土地を当てにしてね。それがここ、創薬センターか。だけじゃないよ、その周辺も。正確には医療システム産業開発機構の敷地全部で、それを管理しているのが厚生労働省だったってわけ。だから梶平は風見大臣に根回しする必要があったんだよ。再開発するには創薬センターから何から全部閉鎖するのが大前提だからね。でもそんな話、大臣一人説得して済む話か？それが済むんだな。もともと閉鎖って話はずっと前からあったみたい。ん？医療システム産業開発機構ってその組織はさ、日本の高齢化に備えて研究を進めるって触れ込みだったわけ。ところが維持費ばっかりかかって十何年も成果なし、ずっと税金泥棒って言われてた。まあ、もともと天下りの受け皿みたいな緩いとこだったんだよ。そうか。じゃあもしそこへ大臣が閉鎖と言い出せば、一気に潰そうって流れになるだろうね。でも大臣の顔も潰れるんじゃねえ？とんでもない手数料が入れば気にしないんじゃない？とにかく梶平は大臣に取り入って、もう大体話をつけてたみたい。この時点で贈収賄。しかもだよ、梶平は先々の値上がりを見越してセンター周辺の土地も買いまくった。わかりやすい汚職だな。あ、でもさ、やっぱ神様は見てるんだよね。ある日梶平の再開発計画は突然白紙に戻されたんだ。創薬センターを閉鎖できない事情ができてね。その理由がこれ、アドデック9の論文発表。うん、この認知症の薬は世界にとって絶対の正義だからね。風見大臣はすぐ手のひら返してアドデック9を褒めちぎってた。だから当然創薬センターとかの閉鎖話は立ち消え、梶平との密約なんてなかったことにした。梶平は大臣からはしごを外されたわけか。うん、再開発に備えてた投資分もろもろ、かなりの金を回収できなくなったんじゃない？アドデック9のことは相当恨んでいると思うよ。なあ、お前これどうやって調べたんだ？さっき頼んだばかりだぞ。はあ、やっぱ言わなきゃダメか。ん？実は今僕が言ったことは全部ネットの記事に出てたんだよ、1年も前に。面白い記事だったけど決定的な証拠がなかったのかな。ゴシップ扱いで話題にならなかったみたい。これは全部デタラメかもな。なんで？この記事書いた服部って記者めっちゃ嫌なやつだ。知り合い？ああ、今日も源田法律事務所に押しかけてきたってさ。え？じゃあ記事のこと直接聞けるじゃん。すぐその人と話しなよ。うん、まあそうなっちゃうか。
か、時間食っちゃったよ。またな。あれ、八神さん。服部は？もう結構前に帰りましたけど。そっか。本当に星野くんが追っ払ったのか。というよりは、沙織さんの沈黙に耐えられなかったみたいで。なるほど。そりゃきついな。あの、それより。真冬。新谷先生のお悔やみを言いに来たの。そのためだけじゃないでしょ。八神さんに直接伝えたら。うん。俺になんかあんのか。うん。あのね、泉田健二が八神くんの逮捕に動いてるみたい。新谷先生の件で。ああ、そういえば黒岩ってデカも俺を重要参考人だって引っ張りに来た。何がどうなっているの？なんだよ、それはこっちのセリフだろ。一応聞くけど八神くん、やってないよね。俺が？新谷を？うん。やってないよ。よく聞けるな、そんなこと。仕方ないでしょ、ケンジなんだから。人を疑うのは仕事上の務めです。で、泉田が俺を疑う根拠は？何か証拠でもあんのか？どうかな。なんか私ハブにされてるから。ただ森田ケンジ生まで八神くんを疑ってるみたい。嫌われてんだな俺。さすがに好き嫌いで動くほど検察は感情的じゃないはずだけど。まあ八神くんがやってないって言うなら安心した。それでも何かあったら連絡して。私で力になれることがあれば言ってほしい。ありがとな。またね、源田先生にもよろしく。杉浦さんの方どうでした？何か収穫は？ああ、梶平は風見大臣に創薬センターの閉鎖を働きかけてた。ん？え？梶平の再開発はセンターの土地を当て込んでたんだ。ところがアドデックナインの発表で全部ご破産。梶平は大損を抱え込んだ。ちょっとそれ、じゃあ梶平と創薬センターめちゃくちゃ関係してたんですか？服部の記事によるとそういうことらしい。服部さんってさっき来てた？だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけどな。なるほど。会いたくない時はしつこくつきまとってくるのに。ほんとあいつとは相性が悪いよ。もしもし。八神さん、杉浦。ねえ、今源田事務所から女の人が出てったよね。ん？ああ、真冬のことか。名前はわかんない。でも綺麗な人。何やってんだお前。俺をつけてたのか。説明は後で。今その真冬さんがヤクザにつけられているよ。え？ヤクザは4人か、もしかしたらもっと。僕どうしたらいい？ほっといちゃまずいでしょ。すぐそっちに行く。今どこだ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ八神さん、僕一人じゃどうにもなんないからね。八神さん、まだ？今どこ？
源田事務所出たばっかりだよ。真冬は今んとこまだ無事。でもやっぱ間違いないよ。真冬さんヤクザにつけられてる。八神さんも急いで。今劇場前の広場を通り過ぎるとこ。もしもし八神さん、真冬さんは今劇場通りを左に折れたとこ。ああ分かった。なんか彼女をつけてるヤクザ増えてるみたい。4人どころじゃないかも。ヤクザが検事を狙うってどこの組だ。それはまだ分かんないけど、とにかく八神さんも急いでね。おう、ちょ待てこら。八神やな、お前。今急いでんだ。この先は通行止めや。賢治のお姉ちゃんはわしらが先約やさかい。何？早いもん勝ちやで。踊りは引っ込んでれ。お前ら誰だよ。なんで真冬狙ってんだ。まだまだ終わったらんでいい。よう、どうしたタボ。あ、カイトさん。面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。なんやと。ちょうどよかった、ここ頼むよ。こいつらの仲間が真冬を狙ってる。真冬ちゃんがこいつらの仲間に。とにかくあとよろしく。そっか、真冬ちゃんを狙ってね。じゃあお前らは俺がたっぷり可愛がってやる。あ、踊り。もしもし八神さん、聞こえる？まだなの？杉浦、真冬は無事か？うん、今中道通り。真冬さんをつけてるヤクザは多分4人。ちょっと僕の手には負えない感じ。分かった、こっちも中道通りに入るとこ。急いでね。もしもし八神さん、気をつけて。ヤクザたちがそっちに気づいたみたい。は？4人八神さんに向かってってる。分かった、お前は真冬を見ててくれ。
やだ。え、ちょっと待った。ヤガミ小村は大丈夫か？うん、なんとか。さっきの人たちは何？いや、わからない。俺も仲間の知らせがあったから来れただけで。海藤さんも助けてくれた。今度会ったら礼言っとけ。私がヤクザに狙われたの？なんで？悪い、ちょっと待った。ヤガミさん、無事？女の人は？杉浦、おかげで助かった。ありがとな。ならよかった。僕の方はね、さっきのワゴンを追っかけてるとこ。ワゴン？真冬をさらおうとした？そう。もしもし、泉田健二？藤井です。ヤガミさん、さっきのヤクザたち、凶霊界だよ。何人か KJ アートで見た顔がいた。凶霊界が？なんで真冬を？ああ、だからそれを直接聞いてやろうよ。八神さんもすぐこっち来れる？いや、彼女を安全なところに連れてった後だ。また連絡する。私なら大丈夫。泉田健二が警官を迎えによこしてくれるって。凶霊界って関西のヤクザでしょ。その連中が私を狙ったの？そうらしい。理由は多分。俺のとばっちりだ。悪い。え？凶霊界とは少し揉めててな。だから思い当たらないこともない。カムロ町でヤクザと揉めるなんて。さっき顔殴られてたよな。大丈夫か？うん。もう二度とこんなことがないようにする。うん。凶霊界と話をつけてくるよ。そんなの危ないんじゃないの？私なら大丈夫。もうカムロ町には近づかないようにするし。そうだよ、八神君もこの際少し町を離れたら。
お迎えが来た。もう大丈夫だな。俺は当分この町を離れる気はないよ。どうして？今追ってるモグラが3年前の事件とつながってきた。3年前のって大久保新平の？ああ、モグラに殺された新谷は創薬センターの庄野って研究員に連絡を取ろうとしてたんだ。その庄野は大久保の事件で検察側の目撃証人だった。それだけ？俺もまだパズルのピースを集めてるとこだよ。でもそれを解くまではもう前に進むしかない。そっか。3年ぶりかな、八神くんのそんな顔。ん？人参を目の前にした馬みたいな。は？生き生きしてるって感じ。じゃあまたな。もしもし、杉浦？八神だ。もう動ける。そっちは今どこだ？結局ワゴンはカムロ町から出なかったよ。古いキャバレーでみんな降りてった。公園前通りにある本丸園って店。本丸園？海藤さんも向かってくれてる。よし、分かった。すぐに行く。